セイントセイヤソルジャーズソウル。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うためにゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げアテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身はミツマサに育てられキドサオリとして成長する。時を同じくミツマサに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、サオリのもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくためサンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急げアテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第1の宮白陽宮を守護するゴールドセイントはかつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。
ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手ではありません。この白妖球にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった。すまないな、ムー。よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、セイヤたちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールド・セイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の球、金融球を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛球を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。これだけか。まだまだ。くそ。言ったはずだ。しまった。この金牛球は倒産。ペガサス。やつは構えてもいないって言うのに。まだまだ。ペガサス、これも食らえ。やった。歯が立たない。ペガサスローリングシャン。あの腕組みがすでに攻撃対象になっているのか。まるで剣法の居合気。ブロンズのくせに生意気だ。俺のコスモ、ペガサス優先権。よし、どうだアルデバラン、お前の剣を超えたぜ。それがウィナー。ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。ゴールドセイントの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。
グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん。聖夜の剣がビッグバンを起こすとは。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。はいと、俺のこの黄金の角をへし折るぞ。しまった。もしそんな奇跡的なことがあったら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるよ。まだまだ見えてきたぜアルデバラン。せいや、それだけが俺の構えを解かせたぐらいで勇気になるなよ。まさか奴の体の感覚が著しく衰えることに。コスモは東大師だ。コスモの嗅覚、それで性質に目覚め始めた。しまった。ローリングスライド。英語ウィナー。ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。聖夜のコスモが大きくなった。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン。約束通りその角もらった。何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせいや。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のない奴なんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待ってヒョウガ。どけシュン、時間がない。金牛球では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除球がお前の死に場所となるのだ。
アイト。アナザーキョウだ。落ち着いて。このジェミニーのヒントはどこかおかしい。心配するな。敵がどんな個体化をしてこようと、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。これがキングナスの闘気だ。まさかこいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。しなければこちらがやられる。ダイヤモンド、いかにお前が兄弟でもこれだけの闘気を放てばただでは済むまで。見てみろ、このキグラスの最大の技を。最大の技、相手の敵が生まれる。その敵が貴様の最後。異次元でさまよっている。アナザーディベント。キグナスの闘気は身に染みたか。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだ。アルファディメンション。ヒョウガ、ヒョウガ。キングラスは異次元の彼方で消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのが誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい、僕のチェーンが戸惑うと。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。ファイト。どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。そんな攻撃だ。僕は本当は誰も傷つけたくない。レギュラチェーン。アテナのためにお前を倒す。一瞬恐ろしく可能性的なコスモ、私の集中を乱した。今一体何者か。兄さん、このコスモは兄さんだ。僕を守ってくれたんだ。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。ならば掃除機を使うんだよ。すべては計画。ローディングシフェン。ここだ。そうだ、僕を甘く見ないことだ。ネビュラッチェーン。いいな。ジェミニ、咽頭葉の悲しみを感じる。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。
そこが行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。